さて今回はまず女の子を退治しよう。まずストーカーをしてと、装備もな、いろんなものはあるけれども、ただこの前は回復アイテムとかがなくて、そこら辺をねしっかりとつけておけば、用意しておけばまだ目はあった。はい、一回減っちゃった。はい、おっと、ため攻撃は隙がでかいな。やっぱ危ない。これは範囲が結構あるから、斧で押してもいいし、えいえい、お、これならいけそう。微妙にたまに引っかかってくれるし。おっと、武器がない。回復キットでやっておけばよかったな。鋼鉄の剣で、えい、鋼鉄の剣のため攻撃で、よし、相手が近寄ってくるまでにこっちの AP も回復する。そしてこの鋼鉄の剣の使用回数なら、あ、まずいかも。フラフラ、まずい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 、ちょっとちょっと早く回復。やっぱりやりすぎは良くなかったな。お、倒した。アンチストーカー撃破、やったぜ。しかしだからといって何が解決したわけでもなく、ここの人の下着を漁るわけでもなく、一つ分かった。ここでお姉さんをボヨヨーン、悪いすくみずのお尻を触る。ふーん、まさかただで女の子のお尻を触れるなんて思ってないよね。お触り1回1000ゴルドだよ。はいはい、確かに受け取ったよ。あれれ、まだ物足りないって顔してるね。もう1回お尻触る。はい、うひょー、1000円だよ。はいはい、うーお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 ー、何回触れんすか。お、悪いすくみずに貢ぐかなり貢いじゃった。でもこのさ、悪いすくみず結構さ、種の稼ぎにいいなと思って、弱いしで、金箱が出てくるでしょ、でドーピングアイテムが出てくるから、これでね強化するもよし、これを売って金策にするもよしと。ここがいいのはね、入ってすぐってことだね。マーブイ灯台とかはちょっと登るのがめんどくさいから、だから稼ぎはここがいいんじゃないのかな、ドーピングアイテム。よし、じゃあ意味不明不行ってみるか。この前は途中で引き返しちゃったんで。散歩だ足元に気をつけて帰れよ。帰りません。ん、これはあれか、話しかけて。お前は誰だ。こうやってフラグを立てないと案内してくれないのか。おっと、危ない。うん、そのままだと入れないね。最終部まで来るがよい。ここはスッと行っちゃって OK。 黒丸、早く先に住みたい。お前は誰だお前は誰だばっかり。腹を割って話すことができない。おっと、ここだ。なんだここは、ボヨンボヨンしてる。このさっきのとこの、そうだけど明かりのあれがさ、上が開いてると乗った時にやけどしちゃうけども、こうやってなんだろう、ちゃんと、おっと、上に乗っても安全なようになってる。ぽよんぽよん、これ本当は下から来る場所だったのか。ぽよんぽよん、幸い下には落ちないようになってる。あら、戻ってきちゃった。超気持ちいい。もし行ってしまっても安心してくれ。お前の亡骸は骨の髄までめでてやろう。あれ、こっち、もしかしてこっちでさらに、よいしょ、わーん、ここ進めないね。どっか扉はないか。ん、じゃあここは
本当にあいつに黒丸に会いに来るだけの場所か。動きの感覚がつかめない。まあダメージ床がなければそんなに怖くない。この先道なりに進め。案内ありがとう。おお、感謝の気持ちを知りながらこの地を訪れるとはな。迷いは。本当にこっち進んでいいんすか。全自動黒丸。話しかけられるのかな、あの。あ、最新部来た。何これ、エロ。話しかけていいですか。よく来たな。私が意味不明符の主だ。なぜ裸。衣服をまとわなければ生きていけぬ脆弱な生物と一緒にされたくはないな。お前こそなぜ目を背ける。無礼であろう。目の前の取引相手を直視せよ。ガン見します。じゃあ、なんなら懐に顔を埋めても構わぬぞ。マジか。話がしたい。私の元を訪れる者たちは皆孤独を抱えている。孤独のグルメかな。一時の出来心だったのであろう。まし、それが、そしてそれが引き返せないレベルまで到達してしまったのであろう。そうなんですよね。私はこの世界で数少ないお前たちを理解するものだ。お前が望むものは何だ。望むものを与えてやろう。ただし相応の対価はいただくぞ。馬乗りとは積極的だな。そんなに私と交わりたいのか。じゃあバックから。いやらしい。さて、お前が望むものは何だ。富と名声。エッチなことがしたい。エッチなこととは、成り余るところで成り足りぬところを差し塞ぐ行為と心得ている。いやらしい。あの、難しい言葉使ってるけど、ものすごく直接的ですよ。しかし私とお前とでは体格差がありすぎる。なんてこった。小さく脆弱なお前では私の攻めには耐えられず、最悪の場合死ぬ。それでも構わぬか。はい。交わりたいのだな。いいだろう。私が満足するまで行くんじゃないぞ。バトルか。バトルだった。うわー、ちょっとけしからん液体とか持ってなかったっけ俺。ある。ちょっとつけてみよう。あ、効かない。えい。お、ダメージ通った。ため攻撃をやって、おっと、吸い込まれないようにして、ため攻撃じゃなくても、まあ通るか。お、まあどうしようか、ちょっと使ってみようかな。くらえ。バリ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 ドーン。お、いいねいいね。魔導書結構役に立つな。この中にこもってる時はダメージが通らないのかな。鋼鉄の剣、まあいっぱいあるからいいや。このままで回復キットはあるけども、主そんなに強くない。それともうまいこと避けられてるだけか。いやらしいな、主。これが主とのエッチ。うおお、興味のエッチは激しいな。 H は H でもヘルの H だがなーってあれを思い出してしまう。うおお、やばいぞ。ブッポロパル、なんだっけ、ブッポロパルピルギャッポッパーみたいな正式なフレーズを忘れた。あまり恐れすぎて遠くから撃ってしまうと攻撃が当たらない。ため攻撃とはいえ、範囲がちょっと悪とはいえ、虎穴にいらずんば虎子を得ずとも言うからな。ほい。もうこの感じだったら倒しそうだね。てか倒しちゃうとさ、なんか取引動向、おそらくあの怨恨ポイントを、おっと、下げることができるんだけど、それができなくなるとかないか。いやー、 RG やらしい。エロジ。やっぱりこもってる時はダメージが1になっちゃうのかな。当たらない。当たらないふ。もっと危ない。危ない。あー、お尻が思わず突っ込んでしまった。おっとん。あ、乗ったジャンプ避けもありか。でもこれだと AP がどんどんいたずらに消費されちゃう。まずいまずい。 AP を回復しつつ飛ばない方が良さそうだな。そい、当たらない。
足らない。へい。振った後に近寄ってベシーンが楽かな。こもってるからってわけじゃないな。判定どこだ。判定によるかな。当たりどころによってダメージが1だったり。お、倒した。すげえ経験値。主を倒した。主撃破。あ、これも実績であるのか。エリアボスだったんだ。じゃあ一度は倒しておかないとってことかな。普通に剣でやっちゃったけど、あ、鋼鉄の剣が。またこれで。あれ？ちょっと、報酬はしょぼいな。お、なんだこの怖い道は。飛び出してくる？針。ぼよん。わあ、この先に進むと一応記録分けておきたいね。何かあった時のために。お、これさっきの道か。黒丸。あ、主を倒しちゃったからってことか。これもう一回入り直したらまたお話できるかな。ちょっと試してみよう。そこまで長いダンジョンじゃないから助かるね。まだ言うか。え、ちよ。話がしたい。えい。えい。正面から話してくれ。懐に顔を埋めてもいいって言ったろ？強い武器や防具をくれ。そういうのもあるのか。そうか、対価に。最大 HP50 をいただくぞ。おぉ、結構あるね。これを装備すれば、吉松先生とか、倒せんのかな。悩みを解消してほしい。援護も糸72か。では、お前の最大 HP19 をいただくぞ。まあ、それぐらいだったらまたドーピングすればいいし。はい。悩みは解消された。約束通り、お前の最大 HP19 をいただくぞ。主と取引。なるほどな。ちょっとセーブをして。死神の目、死神の釜、リュークとの取引かな。消耗することがない陣地を超えた防具。消耗なし、すげえな。妖怪攻撃を。へえ。死神の釜、攻撃力24、ちょっと低いね。ただし妖怪攻撃には妖怪はするのか。じゃあスライムに食われたら結局ってことか。これも HP は上がるけど防御力はそこまで大したことはないから、死神の釜を装備して、ほう、 SM プレイが消耗か。そんなに私の交わりたいのか。これでエッチする前に倒せたりするか。あ、そんなにっていうか、倒せるわけではなさそう。ちなみにエッジで負けると、はい、中に入って、あ、やらしいやらしい。上に乗らして、ダメだ。そこレベルが、お、ダウンした。わあ、何されてるんでしょうね、中で。うわぁ、グッポグッポ動いてる。いやらしい。ちょっと一回やられてみよう。いろんな意味でやられてみよう。負けメッセージあるかな。あ、特にないね。なるほど、もうとっとと帰れっていう状態なのか。使った。オブ姫がめっちゃ強いんだよな。下手に戦おうとせず、あれは無視しちゃった方がいいな。レトトリのけしからん商売っていうのが、エンコンポイントない状態じゃないとできないっぽいね。で、このけしからん液体を久々に普通の買い物ができる。まあ厳しい、使ったことないね。まあ多分そこまでって感じだろう。盗賊の指輪、
すごい、アイテム獲得率2倍、ただし防御力はない。へえ、耐久はあるんだね。強い武器が増えたよ。ちびきの斧一応売ってんね。これでどこに行けばいいんだ。お、なるほど、装備してちゃダメなのか。おっと旦那、いいものを持ってるね。そのけしからん行きたい。よかったら100ゴールドで。ありがとうよ。へへへへへ、けしからん商売何を脱がすんですかね。そういえばうっかりこいつを倒すのを忘れてた。でこの足場がねなくなっちゃうから、それをほんと気をつけないといけない。どう対処するかな。みなしねや、いやというか矢ももう残り少ないからどんどん使っちゃえばいいか。もう周りがなくなっちゃうのは仕方ない。先手必勝。あれっていうか HP がやばい。 HP も AP もやばい。結構強いなこいつ。鋼鉄の剣にしておいてど、斧系持ってきた方がいいな。ういやばいな、 AP がこのフリフリで危ない。結構きついな、この落ちるっていうのがやだ。今対処できるのは手持ちの武器防具のみだ。敵の、おっと、ちょっと AP をそんなに減らすのやめて。この人参どうだ。 AP10% それじゃやだ。 AP も回復するやつ装備しておかないと。おっと、ちょっとそのダメージおかしい。当たり判定おかしいから、何に当たってたのか分かんない。遠距離攻撃がいいのか。でも遠距離ってほど離れられないしな。1になったりダメージ食らわなかったり。なんだ、エロいポーズをしてるときなのか。しかしエロいのとそうでないのがよくわからん。ほい、夕張メロンで AP も回復しつつ、お前も落ちてみろたまには。俺はなんとか5点倒立だけ、5点設置倒立、あれでなんとか怪我なく降りることができたけど。そして結構強いな、やっぱこの AP 減らしが怖い。単純にダメージ量も結構あるし、砲玉つけていった方がいいかな。お、よし倒した。ふう、これ実績解除。宝箱が下に落ちそうだよ。鎧板とちょっとしょぼいな。ドーピングアイテム攻めてほしかったね。じゃあこれでスーン降りましたと。ぽよよん、ごめんなさい、ごめんなさい。対吉松先生に、爆弾とかどうかな。あとはしびれ罠とか、そのあたりを駆使していけるか。お、追い込むぜ。すやすや、時間差でちょっと置いてみる。お、ダメージ通った。いい感じじゃないか。装備、はい、やべ、俺も食らった。もうダメだ逃げすぎちゃった。でもって蛍、やばい、もう無駄に使ってしまったしっかりと当てないと。そもそも効くかこれ。あ、やべ、そんなに効かない。となるとすく水を着て濃殺するか、あとはしびれ罠だね。こっちおいで。どうだ同士打ちしちゃった。おっ、お、ダメージ通りになった。やった。あれだな、なんか装備をブレイクさせるといいんだ。ブレイク工業。お、
あ、違う、これ作者死んだらけだ。作者死んだって言った。やった、倒した。吉松先生撃破。ごめん、うぐさん。寂しくないように。二人がいなくて、これから寒くないようにちょっと暖炉の方に押し付けておく。さて、行くぞ。ホップステップのライオン。こいつがほんときっついからね。で、お守りとか装備して、いっぱいあるからね。もう、これ以降倒す敵ないから、ここで全部使うぐらいの感じで。しびれ罠。ほい。しびれろ。罠でしびれろ。で、捕獲をするんだ。こいつなんか移動中無敵らしいから。あ、ん ?1 だな。おいで。おいで、おいで、おいで、おいで。ライオン。何この間合い測ってんのこいつら。ちょっと他の罠とかも置いちゃう。地雷とかね、自分もダメージ食らうから気をつけた方がいい。ダメだな。なんか装備ブレイク、いやらしい液体、けしからん液体で装備ブレイクしないとダメか。おいで。なかなかしびれてくれない。しびれてくれないな。鳥もちどうだ。粘着強。焼きもち似ている。お、これどうだ。1だな、ダメージ。お、ブレイクした。ブレイクって出たけど、よし。しかし1だな。これ以上に攻撃力あるやつないんだけどな。ため攻撃？こっちの方が手数が多い。これでも1だ。やばい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 。鳥もちをもっと持ってきておいてもよかったかな。1しか与えられないね。これで頑張って過ごしていく。お守りがあるからなんとかダメージは少ないけども。睡眠の罠、これね、回復しちゃうんだよね、使ってると。睡眠負荷、相手は眠り無防備になるが、やっぱりけしからん液体が必要かな。どう、ちょっと寝てみて。おやすみ。おやす。来いよライオン、武器なんか捨ててかかってこい。直前で避けた。こいつ分かってやがる。多少知恵を持っているぞ、この獣め。お、あ、ダメだ、起きちゃうか、やっぱすぐ。やっぱ武器ブレイクが必要なのは。ちょっとけしからん液体を調達してこようということで、一旦リロード。進むぜ。そしてまずはどうだろう、この赤い状態、どうしたら解除できるんだろう。なんか閉じ込めておいたら勝手に解除されてたけどね、さっき。この赤い状態はあれかな、バフがかかりましたよっていうただの合図かな。綺麗に置けるな、しびれはな。さあおいで。お、溶けた。まあ能力は高いままなんだろうな。しかししびれたけども止まるわけじゃないからな。ブレイク。うわ、やばいやばいやばい。これお守りじゃないとろくにガードできないな。くらえ。びちょ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 。1だな。どんどんブレイクさせていけばとか段階があったりする。はい、放置しておいても特に何があるってわけじゃないよね。ため攻撃。お、
ちょっといけるかも。あら、クリティカルが出ればって感じだな。修復、適当に休んで止まりなさい。ため攻撃、あ、ダメだ。結局クリティカルが出るかどうかだな。はまった。ここで AP がなくならないように殴り続けたらもう素手でもいいかなとも思うけど、素手でどうだ。あ、ダメだ、素手だと前もやったな、ノックバックがあるから。それでここに居続けてくれればいいんだけど、ノックバックしちゃうとダメだ。ということでここでチョキチョキやってきます。よーし、やっつけたー。本当は他にもっといい倒し方あるんだろうけども中はご利用したぜ。でも本当うまくやればどんどん避けていけるんで、ヒットアンダーウェイで頑張ることも可能って感じだね。さてこれで全実績達成したかな。お姉さんただいまー。お尻もいいけども、ちなみに今エンコンポイントはやっぱり作者たちを倒したのに5とはある意味少なくて済んでるのかな。さて、全部ある。全部やった状態でスクミズさんに話しかけるとってあったね。壮観ですな。意外と頑張れたね。探索をし尽くした後、じゃあこれでいいのかな。チューチュータコかいな。箱庭エクスプローラーとうとうコンプリートだね。嬉しいけどちょっと寂しいよ。そうそう、ちょっとしたご褒美用意したよ。よかったら最下層まで来てね。うひょーい。デバッグルーム、ほう、説明が聞きたい。ボス戦の難易度をテストするために作った部屋、ほう。アイコンに触れることで通常では購入できないアイテムを購入できたり、ボスの強さを設定、へえ。道具屋、お金は取るんですねお守りが買える。死神の目、ここで買うこともできるのか。攻撃ほとんどゲットしないな。雷流とか麻痺無効、炎上無効、攻撃性能が高い。おお、賢者の指輪は経験値が2倍のやつ、どっかで買えたね。死神の釜もここで買えると。攻撃アイテム、
現在のレベル8。ゼロ。もっと強く。最強。はい、レベル9に設定したよ。初回撃破ボーナスを得るためにボスが強くなっていくの。そうだったんだ。でもってボスと戦いたい。これでラストボスとか行くと9めっちゃ強くなってるのかな。あ、お守りつけてるから1だ。ん？あっ何が起きた今一瞬で今一瞬で死んだぞ開発室。月さん、ふう、うっかり何回もやってしまったけどもここで歌のある方の、お、あるねないよ。他というか、ゲーム中マップ上を長時間うろついてないと流れない。へえ、そういう設定だったのか。もともと一覧に戻り、あ、歌を聴かせて、お、やったー、こっちが聴ける。この子があのいじめっ子だね。いつものお返しだ。私も来たよ。みんなでやっちゃえ。うおー、なんじゃ、うおー、うおーなんという、こんなところでお姉さんとの壮絶なバトルが。ふう、しかし今となってはお姉さんは俺の敵ではなかったな。さて、ちらほら遊んだけども、これで終わりでいいかな。もうやりたいことは大体やり尽くしたし、実績も 100% いったので、あとは HP とかね、どんどんドーピングしてカンストさせるとか、そういうやり込みプレイも面白そうだし、あとは武器もね、なんか素手でずっとやるっていう縛りプレイとか、いろいろやり方はあると思うんで、これはいい、これはぜひプレイしてほしいな。やっぱアクションものがあると、まあ、そうでなくてもなんだろうけども、自分で触ってみたい、自分で動かしてやってみたいっていう感がね、すごく出ると思うんで、面白いそうだなって思った人にはぜひプレイしてほしいかなと。本当このゲーム、ドットの書き込み用もそうだし、音楽もどれもめっちゃいいし、あとはなんだろう、お尻だねちょっとエッチいところとか、あとはモムの人たちのちょっとしたトークのネタとか、お遊び要素がたっぷりあって面白かったな。あとはなんだろう、この固定1マップだけじゃなく、ちょっと動くところ、最初のなんとか橋とか、ああいう感じのところはもっとあってもよかったのかなっていう。まあでもこの見えてる状態のこのワンマップというのか、まあ、あれもワンマップ、ワンマップ、ワンマップって言うんだろうけども、ワンマップなんて言えばいいんだま、伝わるか。ああいうのも、こういう風に見えてた方が、やっぱ箱庭感があっていいのかなと。で、あとは、なんかやってる、いつものことなんだけど、やってる最中はね、終わったらいろんなこと、こういうこと言おうとか思っていながら、終わっちゃうとつい忘れちゃうっていう、まあいつものことですけども、まあでもここまで動画でプレイを見てくれたみんなだったら、このゲームがいかに面白いかはもうすでに
伝わってると思うので、もはや言うことはないかな。ちょっと今のダイナミックスイミングがもう一回やりたい。なんか途中死にそうな顔してたな。こっから出ると、あ、デバッグルームに行くんだ。なるほど、まあ、さっきも言ったけども、まあ、要約するとこのゲームはお尻ですね。いいお尻だった。うおということで、お疲れ様でした。最後はこのゲーム、この BGM っていうね、悲しいけどもみんなは悲しい結末にならないように頑張ってくださいてな感じで、箱庭エクスプローラー実況プレイ、これにておしまい。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。